やっぱね、一旦冷やして味が染みてるやつの方がうまい。ホロホロになんないし、圧力鍋使うとまあそういうのもできるんだけど、圧力鍋はね、過去にね2個ぐらいぶっ壊してる、うん、結局焦げちゃうんだよね。牛すじとかもさ、煮込んでカレーとかやったことあるけど難しい。お疲れ様です。今日は9月3日です。はい、雨です。はい、今日はですね、私は日本橋のスタジオでございます。で、昨日に引き続き火災で、ステッカーを貼るっていうね作業をしていきたいと思います。ある程度昨日進めたんで、今日はねそんなにはないんじゃないかな。全部で300超えてたんですけど、もう半分以上終わったんじゃないかなみたいな、そんな時間かかんないと思う。ただね、遠いです、火災。移動中に動画の編集確認して、メール1個入れなきゃいけないな。イベントのお手伝いがね1個かぶっちゃってて、今月ね、イベントがダブってて、もともとお願いされてた方にね行くんですけども、もう一個の方、その前日になんとかセッティングできるようであれば、はい、設営だけお手伝いしたいと思うんですけど、まあ、そこでバンドが必要ということでね、その辺調整しなきゃいけないのよ。はい、葛西臨海公園到着。まだ雨降ってます。で、移動中にねある程度やること済ませました。はい、どうもありがとうございます。じゃあ仕込みやっていくよ。スペアリブ久しぶりに。すりつぶすのは大変だから、まずは下味つけます。今6時40分なんで、8時ぐらいには食べれるようになるかなと。よし、やるぞ。まずはすりつぶせるように野菜をカットします。いや、久しぶりだな。
缶詰食べてみる。粒貝のオリーブオイル漬け。これが一番辛いから。うわぁ、結局目にはすごい染みる。ふぅ。 OK。